オイスターパーペチュアルデート、1970年製造、 REF1500CAL1570 自動巻き。ロレックスのスタンダードモデルとして人気の高いオイスターパーペチュアルデート自動巻きです。グローバルスタンダードとなったロレックスの名声を確立した3大要素、オイスター、パーペチュアル、クロノメーター。ロレックスの高い技術力と先進性、ベーシックで完成されたスタイルは世代を超えて愛され続けています。このモデルは後年式の REF1500 クロノメーター規格の自動巻きモデルです。ダイヤルはスタイリッシュなシルバーダイヤル。放射仕上げされた高級感のある文字盤です。インデックスはアップライトの幅広バーインデックス。バーハンドとのコンビネーションは視認性も良く端正なフェースです。搭載ムーブメントは自動巻きキャリバー1570。精度と耐久性のバランスが取れたパーペチュアルの傑作ムーブメントです。赤色のギアは1500番台のムーブメントで、初めて搭載されたリバージングギアで、それまでの精度の不安定さを解消した当時の傑作技術。パーペチュアルを完成させたこのギアは、敬意を込めてシンクに染められたとされています。エクスプローラーやサブマリーナなど多くのモデルに搭載され、脈々と受け継がれている最高傑作のムーブメントです。リューズはロレックスクラウン付きの巻きやすい 6mm リューズです。ブレスレットはロレックスの3連カシメブレス、巻き盤タイプのシンプルなブレスレットです。共に同年代を過ごした廃盤のブレスレットになります。嫌味のないシンプルな時計ですので、商談やデートなどここ一番の大切なシーンで大人のダンディズムを演出してくれることと思います。ラグ幅は 19mm、 ケース径は約 34mm、 ルーズ含まず、縦ラグからラグまで約 41mm、 厚さ約 12mm のメンズサイズです。3連巻き込みブレス、 REF7835-19FF257 13コマ、最大 19cm 前後です。この時計の外観コンディションや精度など詳細は説明欄にリンクを貼っていますので、ぜひご覧ください。またお気に召しましたらチャンネル登録もよろしくお願いします。時計の委託アンティユウォッチマンがお送りしました。